先進運転支援システムは自動車のドライバーの運転操作を支援するシステムである。安全なまんまシにインターフェースによって設計された ADAS は車の安全性、ひいては道路交通の安全性を高める。交通事故のほとんどはヒューマンエラーによって発生する。先進運転支援システムは安全でより良い運転のために車両システムを自動化、適用、 強化するために開発されたシステムである。ADS a の自動化システムは、ヒューマンエラーを最小限に抑えることで、交通事故死者を減らすことが実証されている。安全機能は、事故や衝突を回避するために、ドライバーに問題を警告し、安全装置を作動させ、必要に応じて、車両を制御する技術を提供する。適応的機能には、照明の自動化、低速走行、 車間距離制御装置、衝突回避支援、ナビ、交通警告、障害物注意喚起、車線逸脱、車線中央維持支援、スマートフォンによるナビゲーション支援など様々な機能がある。日産 DFG ープロパイロット ADAS は安全でより良い運転のために車両システムを自動化、適応、強化するために開発されたシステムである。安全機能は 潜在的な問題を運転者に警告することにより、またはセーフガードを実施し、車両の制御を代行することにより、衝突や事故を回避するように設計されている。適用機能は、ヘッドライトの制御の自動化、自動クルーズ制御、自動ブレーキ制御、GPS、交通警報の提供、スマートフォンへの接続、他の車や危険についての運転手への警報、車線制御、 視覚にあるものを見せるなどの機能である。ADAS には多くの携帯がある。いくつかの機能は車に組み込まれているかオプションとして利用可能である。また、後付けできるものもある。ADAS は自動車用画像処理、ライター、レーダー、画像処理、コンピュータビジョン、車載ネットワークなど複数の情報源からの入力に依存している。また、 車両単体からの情報だけでなく、他の車両、または携帯電話や Wi-Fi ネットワークなどから追加の情報を得ることもできる。ADAS は車載エレクトロニクス分野で最も急成長を遂げている分野の一つである。車載用安全システム ISO26262 などの業界全体の品質基準の採用率が着実に増加しており、 イメージセンサの品質基準 IEE 2020やビヒクルインフォメーション API などの通信プロトコルなど特定の技術の標準も開発されてきている。次世代の ADAS は 3G や LTE などのワイヤレスネットワーク接続の活用、他の車両との通信、歩行者との通信、道端のインフラとの通信などを使用して価値を向上させる。車両対多装置、 インフラ等は総称して V2X と呼ばれる。2014年3月31日、アメリカ合衆国運輸省の国家道路交通安全局は2018年5月までに1万ポンド以下のすべての新しい車両にリアビューカメラを設置することを義務づけると発表した。この法律はアメリカ合衆国議会によってキャメロン・ガルブランソン キッズトランスポーテーションセーフティーアクトオブ2007と名付けられた。この名前は父親が交代させた SUV に引かれて死亡したキャメロン・ガルブラン戦にちなんで命名された。GM は2013年のキャデラック ATS 以降のキャデラックで振動座席警告を提供している。運転手が高速道路の走行車線から逸脱し始めると 座席の逸脱した方向の側が振動し、運転手に危険を警告する。安全警告座席は、正面に脅威が検出された時に、座席の両側を振動させる。このシステムは、アフルシステムの一環として、2006年にシトロエによって初めて提供された。エンジン始動連結装置は、国旗中のアルコール濃度が規定値を上回っている場合にエンジンを、 指導させないようにする装置である。交通安全のための自動車連合と国家道路交通安全局はアルコール検知装置をすべての車に設置するためのドライバーアルコール検知システムプログラムを実施している。この一覧はすべての先進運転支援システムの包括的な一覧ではない。その代わりに2015年以降に進歩し、 一般的に利用できるようになった ADAS の重要な例に関する情報を提供している。ニーズレギュレーション79。ありがとうございます。